何何いいよ。さっきのお題が何だったって話？お願いします。 はい、お題は麻雀です。麻雀、麻雀、了解です。これ麻雀将棋なんとかじゃん、絶対麻雀将棋筋肉とかじゃん。じゃあ、どうしよう。夏目か。じゃあ、夏目先生からスタートで。お願いします。お願いします。黒川夏かきあるって。思い出ありますか？そのお題に対しての思い出ありますか？あるかないかでお願いします。はい、かけあります。はい、僕もあります。はい、あります。え、なんでみんなそんな攻めないですか？若干エモい気分になります。攻めるべきなんや。自分もあります。どうしようかな。学生時代か、働き始めてから。あ、お前学生やった、黒。ごめん。あ、わかった。じゃあ、未成年か成人してからどっちが関わる、より関わるようになりましたか？はい、未成年です。はい、未成年です。未成年、未成年、まあみんな若いしな。未成年ですね、うん、はい、未成年です。うわ、俺も未成年です。しまったな、今のないな、今の質問ないわ。それは高いですか安いですか、二択でお願いします。はい、主観ですが安いです。安いと思います。安い。安いです。みんな安い。はい、僕も安いと思います。じゃあそのお題について動詞4つ、動詞4つ、混ぜる、引く、うん、配る、倒す、うん、この4つでピンとくるものどれですか？混ぜる、引く、配る、倒す、引く、どうだよ。混ぜる。俺も混ぜるかな。まあ一番ですよね。まあ一番だったら、まあ優劣つきがたいですが混ぜるかな、うん、混ぜる。僕も混ぜる派です。お、クロムだけ違うぞ。クロムだけ引くやぞ。え、それは得意ですか苦手ですか？得意か苦手かか。自分ですか、まあ、人狼プロなんで、はい、まあめちゃくちゃ得意です。え、人狼プロだから得意ってのがちょっとよくわからんけど、まあ俺も得意な方かな。まあものによりますが得意と言っておきます。あ、なんか違うな、アルマさんと。僕も得意な部類だと思います。得意だと思いますね。はい、そうじゃない人、やってなさそうな人。やってなさそうな人ね。やってなさそうな人はクロムかな。あ、やってなさそうな人、まあなんかそんなにパッとしないけど、まあクロムさんは確かに納得できます。はい、僕はね、まずそもそもあんまりわからないんだよ、その人質。そんなにね、他の方をよくわからないから、僕はあんまりわからないんだけど、うん、そうね、まあクロムはわかるから。わかるんだ。やってなさそうで言えば、まあそうね、クロムが一番わかるね。我が輩は我が輩のこと、こんな風に思われてたんだ、みんな。いないです、そんな人は。え、ないの？そんな人いないです。いないんだ。クロムだけおかしいぞ、じゃあ。クロムだけおかしいぞ。はい。自分は、カキさんかなって思って。カキさんなんや。いや、これおかしいな。カキさんが出るかなって思いました。おかしいな。なんだろう。どうしよう。ちょっと待ってな。なんかあるかな。
あ、わかった。じゃあ、それを持ってますか？それを持ってますか？まあ、今一人暮らしやったら実家とかでもいいけど、持ってますか？持ってます。持ってる。持ってます。実家にあります。実家にあるか。自分の家にあります。はい、俺もあります。じゃあ、クロムだけ違うな。ちょっとラッチが開かなさそうなので、質問、ちょっと攻めた質問します。なるほど。子供が理解できますか？それを教えてすぐに。子供が理解できるか。できるものもあると思います。できるものもある？やっぱおかしいなこれ。まあちょっと難しいけど、まあ、頑張ってもらえれば。どれくらいの子供を想定してるのかわかんないけど、なんか小さすぎなければって感じ。小さすぎなければ、多分中野アラマの意図を汲み取るのであれば、お奥が深いと思うので、うん、子供は理解できないかな。理解できない。まあできるものもあるんじゃないでしょうか。夏目先生おかしいな。はい、僕はプテさんとカキさんと同じできるものもあるです。30種類以上あるものですか？30種類以上あるな。うん、あるな。30種類な、あるのかな。いや、俺は知らないです。30種類以上は。え、なんかおかしくね、クロム、うん、ないと思います。30ない。え、あるくね。ね、30種類だよね。いや、自分そんな知識ないけど、ないが、数種類はある。どういうこと？30以下ではあるが、数種類はあります。いや、30種類あるでしょう。ね。うん、あります。30種類あります。よし、絶対あります、うん、それは現実でやりますか、それともインターネット上でやることが多いですか？最近な、今は、あ、待って、うん、今はネットで。自分は結構なんかその、うん、あります。結構ある。その友達とかと結構あります。俺は、そうだな、昔はよく実際にやってたけど、最近はもうやるとしたらネットって感じ。はい、まあ僕、経験自体はリアルの方が多いですけど、今やれって言われたらネットでやります。はい。アルマくんと全く同じで、今は、少しやりにくいと思いますね。やりにくい。ネットっす。ネットなんや、クロムは。じゃあ夏目先生から考察タイムですかね。じゃあお願いします。これね、多分自分怪しまれてそうだなと思った点1点あって、うん、その弁明とかって大丈夫ですか、プテさん、うん。あ、もう全然、何言っても大丈夫ですよ、ここは。OK です、OK です。種類の話は、自分はね、ちょっとね、多分、別の意味で考えてました。別の意味。別の種類で考えてて、うん、で、ね、これ深読みしすぎかもしれないんですけど、うん、中野アルマは人外ではないなって思ってて、黒川クロムは、この中でもうね、自分ね、この人やってんのっ
っていう人がね一人マジでいるんですよ。この人絶対やってんだろそれみたいな。まあもうねバンコク共通のあの通るあれで一人いるんですけど、でやってなさそうな人全員って言った黒川クロムが絶対人外だなって思って、寺高橋さんと柿さんで迷ってはいます。わかんない、申し訳ない。他は人外だと思う。と子供がわかるわからないって点については、まあ正直わかるものもあるけど、奥が深いもの、ベクトルを自分はゾニキさんに寄せてたので、奥が深いものだったら奥が深くなるにつれわからないよねって意味で言ってました。あれちょっと察してください。自分は多分市民だと思う。絶対に絶対市民だと思います。はい、ねそうだね、やっぱ30種類の話でクロムと夏目先生がねおかしかったんで、この2人がまあ人外なんだろうなと思います。あと夏目先生はなんか何やったっけ、なんか印象みたいな話で柿さんに印象があるって言ってて、俺とアルマさんとプテハシさんはクロムって言っとったのに、でそのクロムがそれに対してその、ま、全否定みんないないって言ったのもなんかおかしいかなと思って、そうだな、あと夏目先生が理解できないって言ってたのもやっぱここは人外要素だと思います。あと人狼プロだから得意ってやつも、夏目先生がキツネ、クロムが人狼かな多分。はい、もうこれ多分共通だと思うんですけど、もう僕と柿さんとプテさんで、うん、この夏目先生とクロムさんどっちがキツネでどっちがローカを当てるゲームだと僕は今思ってて、うん、30種類の件もそうで、正直あんまり幽霊つけがたいんですけど、まあ30の下りでまず2人が人外だと確信した、うん、その前だったら夏目先生の方が引っかかってる点は多いです。人狼プロだから得意っていうのと、印象を柿さんにしたところで、クロムさんの方が人狼っぽいかなって思ったのが、引くも分かるんですね。あの配るとか引くとか倒すとかの下りのプテさんの質問の時の引くも分かるんですよ。だからまあクロムさんが人狼かなって思ってます、近しいと思ってます。で夏目先生がキツネで考察落としたいです。はい、以上。はい、まあ同じ意見で僕も夏目さんから釣りたいかなと思ってます。夏目先生やな。クロムはもうそうだね。でもね、まその動詞のところで言えばクロムは引くで、夏目は混ぜるだったかなって言ったのは良かったかなと思ったんだが、そのなんだろうな、夏目は誰がやってなさそうかみたいなところとかの下りの質問の意図が全然汲み取れなくて分からなかったなぁと思ってますね。だから僕は夏目さんから処刑したいと思っております。俺が多分まずいんですけど、俺が何を言ったところで、うん、多分誰にも何も響かないので、で僕も多分自分のことをキツネかオオカミだと思ってるんですよ、うん、でもどっちか分かんないんですよ、うん、なんで俺がキツネなことを信じて、うん、夏目先生に出て夏目先生がオオカミだったら美味しいなと思います。以上です。はい、じゃあボタン押しますね。はい、夏目先生に票集まりそうやで、夏目先生でいいよね。じゃあせーのポン、夏目クロムか、はい、夏目4票クロムって。すいません、夏目先生4票黒川クロムさん1票ということで、夏目先生つられてしまいましたが、夏目先生は自分のことをキツネと思いますか？いやマジですまん、これ絶対市民だと思ってて、ちょっと、あれしすぎたかも。ちょっとマジですいません。はい、村ですね。人狼側ね、夏目わかんないよ。ガチ確定で人外だと思った。マジマジで、待って、じゃあ誰誰、俺どっち、俺キツネであって俺かな。柿さんとクロムさんが人外ですね。あ、待って、どうしようかな。クロムさんじゃあ答え言っちゃっていいかなと思うんですけど、俺ウノですね。ああマジか。あ、ウノって30歩くね、ないですよ、あ
あるでしょ。4色と1から0から9まであるからあるでしょ。そうそうそう。え、3色って言った？あ、30種類って聞こえたんだけど。あ、さ、30種類ある。だから、あれ？だから4色で、自分さ、それさ、まあ、とりあえず柿さんは何なんですか？遊び方？あ、ね、あれなんですよ。カードゲームで揃えました。村がトランプ、狼がウノとしました。で、え、俺柿さん人外なんですけど、麻雀でーす。麻雀でーす。麻雀。え、はい、柿さんが麻雀？あ、マジか。おい、夏井先生が麻雀かと。かけ離れた失礼として麻雀と。いやー、遊び方だと思ってた。自分さ、そうそう、黒川と思って。一緒で、全く一緒で、遊び方だと思ったんですよ。いや、遊び方でも30あるよ。どっちも30あると思っても。いや、マジ。え、てか、マジか。いや、僕、夏井先生が麻雀で、クロムさんがうのだと思ってた。お題は合ってるんだな。あ、お題読みがすごい。そう、お題結構ね、近いのにしてしまったからと思っていた。いや、マジか、キツネカキさんが。ごめん。うわ、めっちゃミスリードしたな。もう完全に夏目先生とクロムさんどっちがキツネか当てるゲームになってるかと思った。いやーねー、まあ、いやマジか、30種類ってそういうことか。いやでも、カキさんで1個ちょっとおかしいなと思ったのは、その夏目の誰が一番やってなさそうな時に一番クロムがやってそうだったから、そこがちょっと引っかかったから。そう、そう、それわかる、それわかる、絶対でしょと思って、うん、あ、確かに確かに確かに。そう、俺がトランプなんだよね。俺がないって言われた瞬間に、え、俺じゃねえんだって、なんで、そう、トランプじゃないんだ。あと一番やってそうなのゾニキさんじゃないですか、トランプ勢。あ、まあポーカーそうだけど、うん、ああなるほど。そう、あ、そうか、トランプで戦うキャラだよ。そう、それ伝えたく、僕ね、ゾニキさんがトランプやってたのは知らないから、やっぱね、その人はわかんないわ。うん、そうだね、申し訳ねえ。ポカークロム魔界公爵だからトランプで戦うよ、大体。確かに確かに。あとこれ超ひねったんですけど、誰でもいいって言ったじゃないですか。ゾニキさん以外誰でもよくて、ゾニキさんって言った人は人外だと思ってたんですけど、夏目先生7じゃないですか。え、わかんねえよ、わかんねえよ。高橋が4で中野アルマ7なんですよ。いかがった？気づかない、気づかない。ウッテラ高橋ってその一人だけコナンやってる。死が読んだ。カキさんだから。死が読んだ。どういうこと？どういうこと？ちょっとよくわからんかったけど。そんなわからんわ。夏目語、夏目語だわもう。え、てか子供に理解できないが謎なんやけど、夏目先生。トランプ子供できるでしょ。奥が、いや、中野アルマが攻めた質問したって言ったから、じゃあ、ちょっと、ね、絶対麻雀だと思って、夏目先生が絶対麻雀だと思って、だから役を覚えたりするのが子供は無理っていうのを言いたかったのかなって、あ、自分ね、それね、あのね、もうポーカーとかの話してた、もうずっと。あ、もう結構深いところの世界で、ね、そう、ゾニキ、そう、深いところはあるよねっていう、ゾニキさんの世界で話したもん、ずっと。ダメだ、もう夏目先生に。もう謎先生がね、もう一歩先を行ってるから、ちょ、僕たちはついていかない。そうそうそう。考えすぎてるよな、もう。高度なんですよね。神経衰弱とか思い浮かべば絶対できるやろとか思ってた。そうそうそう。結構いい質問だと思ったんですけどね。そうか、人狼プロ得意ってのもポーカーか。ポーカー想定してたんです、ね、心理戦の意味で言ってた、ずっと。心理戦でって、ずっとポーカーで言ってた。そう、なんかお題ババ抜きとかなんかなって思って、人狼が、対抗が。なんか、もう遊び方とかかと思います。で、夏目先生が最初、そう、人外っていうか、まあ、ババ抜きとかになるのかなって思ったんですけど。あ、難しすぎるお題出しちゃった気もしましたけどね。いや全然、むしろめちゃめちゃいいお題だった。あ、ほんとっすか、ありがとうございます。いや、でも、柿さんきつねって柿さん自身も思ってなかったんじゃないですか。え、思ってました。柿さんが、ね、最初の方でね、うまく、未成年か成年かってところで柿さんがすごい察したんじゃないかなって思ってて。ああ、そっかそっかそっか。ああ、そっか、未成年って言ってたもんね。いや、でもよく考えたらみんな若いなと思って、そういえば。ああ、なるほどね。あんま意味なかったな。マジかー。むずいな。